ち向かってゆく。いつまでも守りたいその微笑みを。笑ってゆく Baby Take me higher、 愛を抱きしめて今。Guarantee a Baby Take me higher、 勇気抱きしめて強く。TPC 本部、ゼルダポイント、ゼルダポイント。被害状況は、保管室はどうなってるんだ。現在確認中です。急げ、保管室の安全確保が最優先だ。ターゲットの反応、速度毎時1500km。リーダー、こいつめちゃくちゃスピード上げてきております。前方3万メートル、15秒で有視界に入ります。全開して、ターゲットの後ろに回り込んで。ここからの攻撃は許可できない。正面より迎え撃ち、怪獣の飛行進路を変更させろ。何？どういうこと？返す。正面より迎え撃ち、怪獣の進路を変更させろ。正面からじゃ危険です。ウィング、応答せよ。ウィング、これは緊急指令だ。ターゲット前方1200m。何やこの鳥。一号大一号、いいだ、にしてもやられるわけねえか。大吾、一発だ、目を狙え。了解。2号機レフトウィング損傷、怪獣の進路20時展開、浅間山に逃げ込みます。応答願います。2号機、2号機応答しなさい。2号機隊長、リーダーと大吾がひどい怪我を。救援機は分かった、10分だ。救護班が10分で行くわ。しっかりして、あなたしかいないのよ。了解。一体どういうことです、総監。すまなかった。何としても怪獣がゼルタポイントに近づくことだけは避けねばならなかったんだ。ここは一体？ゼルタポイントだ。これは旧防衛軍の機密事項でな。説明願います。20年前一人の科学者が偶然にも勝ってない恐ろしい物質を作り出した。元北海道エネルギー開発研究所所長、根津正親。根津は当時デルタガスのサンプルを一部北海道にあった自宅の実験室に持ち帰っていたんだ。それが大気中に漏れた。ほんの目薬一滴ほどのガスが気化したおかげで、根津の屋敷ともども一帯の原生林が消失した。ゼルタガスは全て補修され、軍の解体と同時にこのゼルタポイントに封印された。しかし万に一つ、怪獣の攻撃によって
爆発するようなことがあれば、我が国は国土の10分の1を消失する。そこに住む全ての命もだ。各員に指令を。わかりました。根津博士は今、あの事故以来呪われた科学者として学会から追放された。彼はあの事故で自宅にいた一人娘を失ったんだ。安全性はどうなってんだ。兵器でも作るつもりか。センタガスはおよそ信じがたい化合物ではありません。その分、素晴らしい可能性を秘めた研究を続けることによって、ゼルタガスは次世代のエネルギー資源に。待ってください。夕方の飛行機で帰るよ。いや、明日からの発表は全部なくなったんだ。そう、早く帰っておいでよ。シーロ待ってるんだよ。そうだな。お父さん、何もかもおしまいなんてならないんだよ。これからだってできることは必ずあるよね。アサミ、どうしたの。どうした。シーロ、もしもし、アサミ、アサミ、アサミ。気がついたか。また迷惑をかけてしまったようだな。気にするな。谷口、俺はあとどのくらい生きられる。今度発作が起きたらもうダメかもしれんぞ。それまではまだ生きられるか。いい加減にしろ。何の研究か知らんが、こんな設備で一体何ができる。根津、俺には分からんよ。なんでそうまでして。シーラ、根津。シーラの目と同じ色だよ。ほら、綺麗でしょ。おー、うまいもんだな。アサミが作ったのか。うん、意外と器用なんだな、私。ほら、お揃いだよ。シーラとアサミは兄弟みたいだね。うん、シーラと私は一番の友達だもんね、シーラ。シーラが来る。くそー、ゼルダガスなんてもんがなけりゃリーダーだってあんなことにはならなかったんだ。操縦桿を握っていたのは僕です。アホ、お前のせいやないって。大丈夫、リーダーはきっと助かる。ヤズミ、どうした。ゲート前にネズっていう人が。ネズだと。ふざけやがって。信者、私がついてきます。規則なんです、申し訳ありません。お願いです、大事なことなんです。中の誰かと話を。すごいですね、あなたも。身分証がないとダメなんです。あんたか。ネズっていうのは、あの怪獣はゼルタガスを破壊するために来たんです。なんだって。あの怪獣は、あれはシーラです。シーラ、20年前、私の娘と一緒に死んだはずの鳥です。シーラは
目の前で浅見が死ぬのを見たんです。ゼルダガスを憎んで当然です。どうかシーラを止めてください。どこ行くんです？私には続けなければならない研究があるんです。研究？あのゼルダガスで死んだのはあんたの娘なんだぞ。あんたそれでも父親かよ。新庄さん、博士、もしかしたらあなたゼルダガスをなくそうとして今でも研究を続けてるんじゃありませんか？自分はすいません。いいえ、私のしたことはどんな罪にも値する。ただそれでも生きてる限りできることはあります。研究を急がなければ。シーラは必ず僕たちが止めます。あの人はたった一人でこの20年間だけど、シーラはなんで今になってゼルダポイントに現れたんだ。大丈夫だよシーラ、これでもう落っこちないよ。ちゃんと帰るよ。お前が知らせてくれたから、お前が助けてあげたんだよ。あ、お父さんのシーラ、行くよ。どうしたのシーラ。シーラ、シーラ逃げて。お客さん、怪獣が浅間山を飛び立ちました。全員リーダーの分まで頑張って。了解。リーダー無理です、この体じゃ。現場の指揮官はな、体じゃなくて頭を使うもんだ。いいですね。失敗許されん、一歩も退くな。全員総力を挙げてゼルダポイントを守る。了解。出動。了解。了解。つぶってろよ。オッケー。
ずい。リーダー、根津博士が保管室の方へ。何？ゼルダガスを安全な場所に移すつもりだ。もう光線が出えへんぞ。お前、これをそこへ運べというのか。お前、ゼルダガスをなくすために。初めからゼルダガスを飲み込むつもりで。ありがとう、シーラ。博士。ワイヤースタンバイ。新庄、シーラの
最後の望みだ。俺たちで連れて行ってやろう。了解。限り生きている限り必ずこれからできることがあります。必ずできることがある。この町に帰ってきたんだ。メトロポリスで起こる連続失踪事件、魔獣キラノスがティガに獰猛な牙を向く。次回ウルトラマンティガ吸血都市、お楽しみに。